こんにちは、ジョージ石原です。今回もですね、またまたちょっと思いついたことをやってみたいと思います。でですね、今日の朝ちょっとベイブレード一人で回してたんです。そしたら急にこのスタジアム回らないかなと思ったんです。はい、なんかこの形を見ると回りそうな形してますよね。で、そう思ってたらなんかどうしても回したくなったので、ちょっと今から回せるように改造っていうんですかね、ちょっと簡単に手を加えて回せるようにしてみたいと思います。まあ今回もですね、たったこれだけの動画です。はい、なんかね、思いついちゃったんですよね。やっぱりこれつけっぱなしじゃちょっと厳しいと思うので、このカバーは外します。でですね、こちら、ベイブレードと同じような感じで回したいので、とりあえずドライバーを、こちらのドライバーのリボルブを使いたいと思います。で、こちらをちょうど中心になるように、いけるのかな。でもまあこれしかないですよね。なんかずれてるずれてますね。これこう見たらね、ちょっとこっち寄りずれてますね。ここら辺真ん中っすね。これぐらいでだいたい真ん中についてると思います。完全なただの思いつきなんで、あ、まあでもなんかいや、回りそうだ。ではですね、こちらのディスクとレイヤーもつけたいと思います。ちなみにディスクは0とレイヤーがスプリガンレクイエムです。まあ両回転もできますしね。こんな感じでですね、ディスクを取り付けてみました。一応だいたい中心にはついてるような感じっすかね。で、ここにレイヤーを取り付けます。こんな感じで取り付けてみました。これ回るんすかね。ちょっと回してみます。こっちの方が回しやすいかもですね。あ、いけるかな。いきます。3、2、1、ゴー、シュート。あ、回る。一応回りますね。はは、ちょっと待ってください。じゃあもうちょっとここ高くなればスタジアムでも回るのかな。せっかくなんでこのワイドスタジアム使ってちょっと回してみます。回るかな。あー、高さが足りないですね。ということはここの高さをちょっとつけないといけないので、ブラストジニウスポリッシュリボルブ、こちらをですね、ちょっとこんな感じで、あ、いい、いや、ぴったり合いますね、これ。ブラストジニウスいいっすね。ちょっとこれを貼ります。まあ、こんな感じで貼れました。まあ、結構ね、厳重に止めたんで、まあ、これで大丈夫だと思います。6緩みますね。うん。一応、6緩むようになってます。これいいっすね。ではですね、滑り止めマットを引いて、よいしょ。高さ的にもいけるかな。あー、え、無理？え、これで無理？高さが足りない。あらー、レイヤー4つです。ブラストジニウス、アシッタヌビス、アシッタヌビス、アシッタヌビス。ではこれで、もう高さはね、高さ的にはね、もうだいぶ余裕になりました。もうこれぐらい浮いてます。なので高さ問題はクリアしたと思います。では行きます。果たしてうまく回るでしょうか。重たいですね、結構。では行きます。 3、2、1、 ゴー、シュート。3、2、1、 ゴー、シュート。え、待って、もうちょっと回るんじゃない。ちょ、もう一回いきます。3、2、1、 ゴー、シュート。
回らない？スタジアム、スタジアムどけてみよう。いけると思ったのに。これでいきます。 3,2,1,5 シュート。重たい。 3,2,1,5 シュート。重たい。一応は回りますね。ちょっとこちらのデジタルソードランチャー使います。すごい重たいですね。 3,2,1,5 シュート。重た、重た。3,2,1,5 シュー。そして思いっきりいきます。はっ、よっしゃ。おお。